仮面被ってるやつ大体 YouTuber。 はいどうも、ほうです。今回はですね、 GTA 5 で YouTuber になっていきたいと思います。 YouTuber 生活やっていきましょう。今回はですね、こんな感じです。で、今回はですね、自宅をね、紹介していきたいなと思います。こんな感じです。まずね、ここにね、ガレージがあって、車ね、2台止めることができます。じゃーん、これが僕の車です。なんと、三菱のね、ランサーエボ3です。すごいよね。これね、後でね、ちょっとね、ドライブしていきたいと思います。で、そして、こっからね、家の中に入れます。じゃーん、こんな感じ。誰やねん。なんか二人入ってるねんけど。誰だ、君たち。なんかわかんないけど、スタッフの人かな？わかんないよ。誰かわかんないか勝手に入ってる。まあ、ちゃんとね、ここで自炊とかしてね、ご飯食べたりします。で、そして、こっち側ね、お風呂場になってます。すごいでしょう、これ。なんということでしょう、ドラム式洗濯機。そしてトイレもあります、ちゃんと。こんな感じ、どうですか？なかなか素晴らしいね。さあ、君たち帰ってくれ。君たち帰ってくれ、もう。で、そしてなんだこれ。なにこれ。ちょっと、何してるんですか、もう。企画に使ったもんはちゃんと片付けて。よし、じゃあちょっとね、こっち側行ってみましょう。じゃーん、こんな感じ。すげえ。めちゃくちゃ高い時計がめっちゃあるよ。すごい大量にね、時計あるよね。すごすぎる。そしてこんな置物があったりね。すごいよね。結構、羽振りいいね。めちゃくちゃね、お金あるね、今。なんか家は狭いけど、意外とお金持ってるね、この人。すごいね。で、そしてこっちにも時計がある。なんだこれ。すげえ。うわー、なんだこれ、すご。オブジェクトもなかなかいいもの持ってますね。じゃーん。そしてここがね、パソコンです。ここでね、YouTube の編集とか投稿をやってますね。じゃーん。こんな感じ。ゲーム実況もできる。で、そしてこんな感じ。もっとね、いい家に引っ越したいね。ちゃんとね、タワーマンションとかに引っ越していきたい。お金が儲かったら。で、そしてダブルベッドがあって、テレビがあって。いいね。すごいよ。この時計いらんわ。全部売ろう。時計全部売ろう。そしてちょっとね、もうちょっといい家に引っ越してみたい。どうですか、これ T シャツとかあるよ。すげえ、これもいらんわ、全部売ろう。なんかちょっと切れてるね。なんだこれ、給料払えって切れてんのかな。給料ちゃんと払ってるんですけどね。まあいいでしょう。今回の撮影に向かいたいと思います。今回はですね、ちょっとね、コーラをガブ飲みしたらどうなるかっていうね、ことやってみたいと思います。じゃあ早速、まずドライブスルーにね、行ってね、コーラを爆買いしよう。オッケー、じゃあちょっと待って。これは、こんな感じ。すごいでしょ。すごくない？車内こんな感じです。三菱のね、マークがついてるね。すご。なんか初めて、もしかして三菱の車乗っていくの。すごいね。おー、かっこいい。すごいすごい。あー、誰か言った。うわ、すげえ、衝撃の瞬間撮れた。これは YouTube にアップしたら再生回数取れそうだね。すごいすごい。今のいいの取れたね、ほんと。いや、てか、普通にドライブするときもちゃんと仮面をかぶってるっていうね。もう YouTuber の鏡。そして、どこにあるんだかな。ドライブスルーってマジでどこにあるのかわかんないので、適当にね、マップにチェックつけたので、そっちの方行ってみよう。これでようやく企画をね、あーおマジかよ。マジか、嘘だろ、こんなとこで事故るとは。笑っちゃうよ、本当に。いや、笑えないよ、こんなに壊したら。よし、じゃあちょっとやっていきましょう。ということで、どうも、今回はドライブスルーでジュースを買いまくって飲みまくったら体にどんな変化が起きるかチェックしてみたいと思います。めっちゃ首動かしてる。なんか注文させてくれない。でもね、バーガーとかはね、注文できるんだよね。え、なんでこれ、ドーナツとかもできるけど、ソーダだけさ、注文できない。はぁ、どういうことだよ、そこれ。意味がわかんない。ということで、もういきなり企画倒れだね。もう最初から取り直しなんだけど。まあいいか。なんかもう、今回はソーダ飲めずに、バーガーだけ買ったんで、バーガー食いましょう、公園で。バーガー食いまくる動画。撮っていきます。警察署の中でハンバーガー食いまくったらどうなるかっていうのをやっていこう。
あー、なんてことだ。うおー、マジか、マジか、ははは、嘘だろ、ちょっと飛ばしすぎた。めちゃくちゃなことになったんだけど。いや、よく生きてたな、本当に。オッケー、なんとか警察署の方に着いたよ。壊れすぎた。オッケー、到着、警察署に到着したよ。オッケー、ここに止めとこう。こんなの止まってたらどうなるんだろうね。はい、警察署にやってきたんですけど、誰も警察官いないみたいですね。せっかくなんで警察署を探索してみようかなって思います。こっち側何があるんだろうね。ちょっとね、こっち側行ってみようかな。あ、大丈夫。おー、すげー、広いね。おー、誰もいないな、本当に。あ、牢屋があるぞ。牢屋でハンバーガー食ったらどうなるか企画やってみましょう。牢屋なのにハンバーガー食いまくるーというね、謎の企画ね。めちゃくちゃ食いまくってる。やばい、カロリーが半端じゃないね。死にそうなレベル。すーげー山盛りある。あー、これ食えるかな、こんなん全部食える。すげーね、仮面つけてんのにどうやって食べてんだこれ。特殊な仮面なんですよ。で、バーガー食い終わったんで、フライドチップス、ポテトフライド食べてみよう。おお、食いまくる。ホットドッグも食いまくる。やーべえ、やったのにね、ちゃんとね、買ったものは全部食べないといけないですよね。ね、こんな感じでどんどん残さず食べていきたいと思います。ドーナツも食っちゃおう。すごいお腹だね。ありえん。なんかいつの間にか大食いのねチャンネルになってるけどね、普段は大食いのチャンネルじゃないんだけど。すげえ食いまくる。めっちゃ体を張ってるね。体を張りまくる。オッケー、いいよ。え、もうなくなったの？じゃあサンドイッチだね。まだ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 食える。まだまだ食わないとね。てか誰も来ないんだけど。警察官誰も来ない。誰も来ないぞ。あ、全部食べ終わっちゃった。どうしよう。いや、別に、食ったからって特に何も起きませんでした。と思ったけど、まずい、まずい、ちょっと待って、まずい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 、やばい、なんか、なんか、気持ち悪くなってきた。う、あー、死んだ。嘘だろ。心筋梗塞になってる。やばい、すごいカロリーを取りすぎたせいで心筋梗塞になってる。ちょっと待って。まずい、大丈夫。おお、おお。いやー、もうハートアタック起きましたよ、ほんとに。うえートイレじゃないとこで吐くっていうね。とんでもない YouTuber だな、これ。すごいな。これを牢屋でやるっていうね。はい。ということで、今回のハンバーガーを大量に食いまくったらどうなるかっていう動画です。高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、どうも、今回はジュースを買いまくって飲みまくったら体にどんな変化が起きるかチェックしてみたいと思います。はい、警察署にやってきたんですけど、誰も警察官いないみたいですね。めちゃくちゃ食いまくってる。やばい、カロリーが半端じゃないね。死にそうなレベル。すげえ山盛りある。あー、これ食えるかな、こんな全部食える。すげえね、仮面つけてんのにどうやって食べてんだこれ。特殊な仮面なんですよ。で、バーガー食い終わったんで、フライドチップス、ポテトフライド食べてみよう。おお、食いまくる。ホットドッグも食いまくる。まずい、まずい、ちょっと待って、まずい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 、やばい、なんか、なんか、う、あー、死んだ。嘘だろ。気持ち悪くなってきた。高評価とチャンネル登録お願いします。
ということで、ちょっとね、撮影終わったんで、早速ね、車直しに行きたいと思います。あの車じゃさすがにね、無理なんでね。これ2本目作れそう。車を直しに行ったら何円かかるか企画。ちょっとやってみようかな。お、まだなくなってないね。君がさ、牢屋に行ったらさ、絶対びっくりするよ。ゲロまみれになってるからね。いや、こんな仮面つけてるやつがいるのに、職質しない警察官ってすごいな。オッケー、これは傷だらけだね。治るわけないやん、みたいな、こんなん。ちょっとね、直せる場所がね、近くにあるみたいなんで、そっちに行ってみたいと思います。でも、かろうじてタイヤが動いてるのがすごい。パンクせずに動いてます。ちょっとね、整備不良で止められる前に、早速、直しに行こう。よし、ここだね。そしてこっちだ。こっちですね。オッケー、着いたぞ。わー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 、まあ、これ以上ぶつけないで。おお、開けてくださーい。ということで、行ってみたはいいものの、定休日で入れませんでした。もうダメ。全然動画撮れないんだけど、これ。これさ、めっちゃスピード出るよ。すげえ。やーべえな、これ。早い。おい、マジかよ。マジか。信号機に跳ね飛ばされた。嘘だろ。あの超柔らかい信号機が、車を跳ね返すというね、ありえん現象が起きた。どこ走ってんの？大丈夫？あきみ、しっかりしろ。あ、ここあるんだね、一応道が、なんか。オッケー、いいよ。よーし。じゃあ、ちょっとね、家に着きました。すげえボロい家だけど。オッケー、いいね。着いたよ。あー、ちょっと。さて。よし、いいぞ。ということで、今回は YouTuber やってきました。チャンネル登録とね、高評価の方もよろしく、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。